やっぱり一つの安心につながってる、うん、安心がつながると笑顔も増える、うんうん、でも今回その受けてみて、あこんな風にして少し戻して、またそこから始まって、うん、でまた少しみたいな、こう今の中澤さんの中のこう理想のエイジングの仕方っていうか、なんかありますか？こう少し戻してまた年齢を重ねてっていうことができると思ってなかったんですよね、うん、そういうこと自体がもうなんか夢っていうか、もう魔法みたいなできないこと、年齢を重ねていくしかない。それが嫌だったら本当に切ったり、まあ、顔の形を変える、いわゆる整形手術しかない、その2つしかないと思ってたんですけど、そうではなく、老化の進行を少しでも緩やかにする方法があって、それをしてくれるクリニックがあって、そこのクリニックの先生方との相性ももちろん必要だとは思うんですけど、そういう出会いがあるっていうことがもう私にとってはエイジングケアにつながっているので、もうこれからは本当にちゃんと自分自身、今の自分を受け入れて、何かこう変化、まあ、またシワが出てきたな、あそりゃそうだよな、だったらちょっと先生に相談してみようとか、そういうもう立ち止まってはいけないと思うようになりました。ほったらかしとか年取ってもいいやっていうふうに止まっちゃいけないなっていうふうに思えるようになったことが、もう心のエイジングケアになっているのが、見た目だけじゃなくて気持ちが全然変わったんですよね。本当にもう助けてくれる人がいるというか、アドバイスしてくれる人がいるっていう、そういう環境が今作れたことが、やっぱり一つの安心につながってる、安心がつながると笑顔も増える、そういうことの重ねていくことになるのかなとはね、今後思います。そうですね、なんかこう定期的に通っていらっしゃる方って多いんですけども、5年も10年もずっと一緒に、入ってくださっていると、パッとこう入ってきた時にこうなんですよ、こうなんですよって、こうしたいのよってくるんだけども、そうじゃなくて、なんかその人の考えてることっていうか、今の気持ちのモチベーションとかもこう当然一緒に来るんですよ、一緒に来るから、あ、今頑張ってるなっていうか、もちろんここもそうなんですけど、メンタルも気持ちも頑張れてるなとか、あ、今回落ち込んでるなとか、っていうのも全部分かるんですよね。分かってきますか？それごと一緒に心のジェシックじゃないけども、やっていくっていう、だからそこは一緒だと思いますね、まさにそう、そのおっしゃるとおり、手術受ける前は本当に鏡見るのも嫌だったりとか、テレビの仕事しているのに映っている自分の姿モニター越しに見て、なんだっけ私の顔はとか、でももう内容はそっちのけで、そんなことばかり気になっている時もあったんですけど、大丈夫、私この間ケアしてきたからっていう、なんかちょっとした安心のこう魔法をかけてもらってるような感じがあるので、ちゃんと自信持って笑っていようとか思えるようになってるのがすごいなと思います。自分がそう思えてるっていうことがすごく大事なんです、そう、何かをやってる自分を結構自分は見てる、第三者的にじゃないけども、見てるから、あ、それでいいんだ自分みたいな、それすごく大事だ、自分が一番自分をやっぱり愛してあげるみたいな、なんかそれも今の自分が一番頑張ってること、自分がやっぱ一番知ってるみたいな。そうですね、先ほどちょっとそういうのおっしゃってたんで、なんかほら、自分の顔って鏡で見たり、今写真とか映像で私の場合は仕事柄見ることができますけど、本当の自分の顔って誰も見たことないわけじゃないですか、みんな絶対的に。でもそれを皆さんは人をこうして見てるわけだから、まずそれもひっくるめて自分を好きにならないと、誰が好きになってくれるのかなっていうのは、まあ結婚して子供ができて、子供からもお母さん好きとか、お母さん可愛いとか、もう子供だからこそ言ってくれる言葉があるんですけど、そういうふうに言ってくれる存在がいるからこそ、本当にもうちゃんとこう人として、母として、女としてもう全部ひっくるめて好きになって大事にしてあげないと。でこれからも何に行くか分かんないんですけど、もっともっと自分を大事に生きていきたいなとは思います。だから美容にもちゃんと力入れていきたいし、できることはどんどんチャレンジして、もうなんかキープしていくっていう言葉であってもいいですかね。キープとはまた違う。そうですね、まあキープっていうか、まあ、メンテナンスっていう、似てるんですけども、どっちかっていうと、まあそれなりにこうやってても
こうではないので、はい、やっぱり今までこうがこうなるっていうことなので、うん、うまくメンテナンスしていくっていうことが、うん、っていうことが近いかな、うん、そのメンテナンスをすることがやっぱり自分を大事にまたしている一つの方法だと思うので、うん、自分のこと大事にしてあげたいしてあげられてなかった時代もあるから、はい、若い時っていうのは自分よりも周りが気になったりとか、みんなそうやって仕事もね、生活もしてるんですけど、ある年齢から自分をがどうだったのかなっていうことをこう振り返りながら歩いていく時期が来ると思う。それが40なのか、私の場合は50過ぎてぐらいからそう思い出したんですね。今までずっと突っ走ってきたけども、自分自身にも語りかけながら、今までずっと踏まれたことばっかりだったんだけども、考えるとまた生き方っていうのが変わってくるし、自分自身をやっぱり大切にしないといけないなっていうのはあるし、体のこととかあるし、ちょうどいいその年齢っていうのが、まあ、多分この辺りなんだろうなとか、そういう考えるターニングポイントになる時期かな。この時期だったんだと思います、うん、本当に生き方を考えるようになりますよね、うん、意外にだからそれが知ってる人ですかね、聞いたことはあるけどねぐらい、世界的に見ると、やっぱり低いんですよ、認知度が。それ何ですかって言ったら、いろいろ説明していただいて、それを人の体でできることなんですかみたいな。本当にみたいな、本当なんか、映画の世界じゃないですけど、ドラえもんの世界みたいな、なんか未知のところがありますよね。そうですよね。まだ足りないんでしょうね。うん、か、まだ興味がそこまでいかないのか。なんで海外の人はそこに興味をすごく高く持つんですか。おそらくですね、日本は最近変わってきてるんですけど、海外の人って自分のアイデンティティをしっかり持ってるんですよ。だから若い時から主張するし、自分はどうあるべきかっていうことを主張するんですね。だから若い時でも、若い時から自分はどうあるべきだっていうのすごく分かってる。でも日本人って国民性として周りがすごく気にする、自分がどうのっていう周りの影響、周り、私は周りにどう見られてるかとか、自分はどう見られてるかっていうのがあるんですね。だからそこにまず向けていけなさがある。だけど日本人もだんだんやっぱ自分っていうアイデンティティを持ち出したんですね。だから自分が自分がっていうところがあって、まあ、増えてはきてるんですね。そういう意味では、まあ、よく美容っていうとアメリカとか、ね、ヨーロッパってなるけど、実はその辺のアイデンティティって韓国すごくあるんですね。だからあんだけ美容が盛んなんですよ。国策国策って言われるけど、確かにそれもあるんだけど、本人がそのアイデンティティを持ってるんですよ。その違いがやっぱりどうしても出てきちゃった。周りに合わせて感ありますよね。